gents, this is the moment you've waited for.皆さん久しぶりですね。ちょっと皆さんね、久しぶりなんですけど、はい、どうすか最近。最近ですか、まあ、一番少佐さんに来たよね。いや、めちゃくちゃ最近上がっとるんですね。再生回数すごいよね最近。やばいよね。え、やばくない？何が？塗り替え道場の YouTube やばくない？やばくない。皆さんね、多分分かってると思うんですけど、つまんない、つまんない。まあいろいろね、今大変な時期だと思うんですよ。はい、まあ頑張ってるよね。でもまあまあまあ、まあ、ちょっとプロデューサーからね、はい、言わせてもらうけど、はい、頑張っとると思う、はい、あのセミナー動画、社長の切れ毛いいなぁ。俺が塗り替え道場ぶっ壊す塗り替え道場ぶっ壊す3人でやろ。3人でやるな。塗り替え道場を結構コメント入ってると思うんですけど、はい、あのちょっと僕年内で本当にちょっと卒業することになりまして、はい、本当に綺麗なね辞め方で終わっていくんですけど、年内まで来て、はい、来年からは、新年からは僕あの独立してやっていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、ちょっと僕も辞めるということで、はい、社長にちょっとね大きい置き土産をね渡したいなと思ってます。はい、家を、社長の家を、はい、テントウムシにしちゃいたいと思いまーす。どういうことですか、どういうことですか。じゃあ僕たちはね、いろんなドッキリやってきたと思うんですよ。はい、原点に変えたのテントウムシにね、車塗っちゃうとか、あーありましたね、パソコンテントウムシしちゃうとか、はい、でね、この子も巻き込んで社長の家をね、テントウムシ柄にして、はい、本気でキレさせようと思って、はい、いけるでしょ。え、聞いてないっすよ、僕言ってないもん。言ったらこんじゃん、言ったらこんじゃん。マジ立ち悪いっすわ、それは。いや、きついっす。何がきつい。大丈夫、責任ミッチーが取ってくれ、俺は取れんねん。怖いっすもん、社長。準備完了っすね。準備完了っすね。はい、まあもうこれからね、はい、もう乗ってくんで、その前にまず養生、養生だけしてって、はい、社長がちょうどあの東京っすね、出張。東京っすね。3日間ほど、はい、行くらしくて、で今日も今東京にいます、初日で。じゃあ明日ね、はい、僕バラしに行きますんで。そうですね。だから今日中にちょっと仕上げるってことで任せてください、はい、もう皆さんちょっとね楽しかったらね、ぜひチャンネル登録してくださいね。でそこでずっこけ3人組になるってことね。そうそうそう、ずっこけ3人組みんなね、みんな飛んでね、これ、はい、飛んで飛んで。いやー、立派だな、マジで。いやー、すごいぞこれじゃあこれ本当にすごいですよ。見ていいですか、はい、塗ってみていいですか、はい、これ見て、なんということでしょうこんなに洒落た壁が一気に下品になる匠の手によって一気に下品になりますよ、これ。いきますよ。うわー、はあ、すごい、はあ、すごいこれ、はあ、すごいこれ、気持ちいい。あ、今回も許してもらうなんて思ってないんで、僕なんか許してもらうなんて思ってないんで、もう皆さん心配しないでくださいね。僕どうせいなくなりますんで卒業しますんで大丈夫ですよ。これすごいわ。すごいっすね。せーの、うわ気持ち悪いけど、なんかかっこよく見えてきた。ちょっとかっこいいぐらい、かっこいい。え、ちょっとシャレとらん、シャレとるっすね。俺のセンスがちょっとおかしくなってきたっすちょっとかっこいいぐらいです、このままで終わったら。赤色の壁の方が終わったんで、はい、次はもうね、テントウムシにしていきましょう、はい、ここで終わったらね、ちょっとかっこよくおしゃれで終わっちゃうんですけど、す、はい、はい、じゃあちょっとね、乾かして、はい、あ、ちょっと塗り残しがあるんですか、ちょっとあそこもタッチアップして、はい、で、しっかり乾かしてからテントウムシにね、仕上げていきたいと思いますんで、はい、じゃあちょっと沸かしますね。はい、はい、じゃあトリオがね、はい、あくまでジャンプでいこうか。はい、いい、もう一生懸命いこうよ、はい、これから YouTube を担っていくんで、はい、頼むよ。わかりました、はい、はい、せーの、じゃーよいしょー。あー、大丈夫、失敗しちゃった、大丈夫お前まだ動画慣れてないんだから、あー YouTube まだ慣れてないんだから、やらかしちゃった、未熟だな。じゃあ今からじゃあテントウムシ作ってきますんで、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、レッツゴー。でこれちょっと下書き、
ペンで。これね、難しいんだよね。ちょっと半分ぐらいにしといて。ちょっと一回僕一箇所やってみますわ。ハケなしで綺麗な丸を描きたいなと。わ、テントっぽくない、もうこの時点でねえ、テントっぽいよね。こっちの芯側で最初に薄くてもいいんだけど、ずーっと。わっ、すごいじゃん、もうテント越しっぽいじゃん。これをね、だからどん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 やっていけばなりますよ、と。あ、いいね、なんかかっこよくない、あの、花札みたいじゃないですか。もうすごいですね。で、ここも繋がってくるじゃん。はい。だったら、多分ここも塗った方がかっこいい。ちょっと立体に見せるみたいな。やっぱ自分がテントウムシまでなりきらんとあかんから。うん、そっからだよ。そう、あ、甘い蜜どこかなーから蜜探しに行くて。すごっ。お疲れっす。お疲れっす。ミッチ見た。はい、見た。こういうことやろ。はい、こういうことやよね、テントウムシって。そうですね、そうっすよね。どうっすか、こんな感じ。じゃ結構すごくないですか。これは多分怒るわ。これ多分ブチ切れるよ、絶対。もう多分一番切れるですよね、これ。今までの中で。だって資産っすもんね。資産。しかも俺らが使ってる額なんかね、多分大したことねえよ。だって言ってだって、ハイエース買って200いくらでしょ、200万、300万ぐらいでしょ、言っても、はい、何千万でしょ。何千万の家に建てらっしゃるね。落書きの規模超えてますからね。簡単に言ったら金持ちだ。うわ、何年 YouTube やったん。何年やったん。電源ぐらい切れんの。いや、一番なるじゃん。じゃ切れんの。切れんよ。そういうのがいいからな。マジありえんよ。ありえんよね、普通に。足場解体が終わって、社長が来てですね。そうですね。はい。で、僕、社長の真似できる、多分。やって、やって、やって。行くよ、うん。いつも車じゃないじゃん、車。家帰るとき。その、まかなかも、単車で帰ってくるよ、こうやって。バン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 バ
はい、完成したんで、じゃあ次はもう社長のリアクションで。社長ね。そうですね。社長はだって明日、明後日帰ってくるから。はい。じゃあ社長来るまで、じゃあ待ちましょう。待ちましょう。はい。今日社長が帰ってくる日なんで。そうですね。今日迎えに行くんですよね、雨なんで。はい。はい。でとりあえず今から電話して今どこにいるかね。そうですね。切らして。調子も見たいですからね。調子もね。今日の気分も。今日の気分もね。じゃあとりあえずちょっと電話します。はい。いいですか。はい。もしもし。もしもし。お疲れ様です。あ、今新幹線ですか。何も企んでないです。はい。前借りもあります。前借りもあります。いや、迎えに行きますね。はい、いや、もうお願いしないです。じゃあ、前借り明日にします。いや、前借り明日にします。とりあえず今日普通に迎えに行きます。はい。いや、本当にまあ迎えに行きますっていう。それやめてください。ちょっと、いや、それ。
もしもし。はい。はい。電波悪い、ちょっと電波悪いっす、聞こえないっすね、ちょっと。ちょっと聞こえなかったっす、今。聞こえる？あ、今聞こえます。何？免許まで来るの？マジで？免許まで、はい、行きます、本当に。もう、ぶちかけ30分ぐらいかな。あ、じゃあちょっと、僕も今ちょうど会社にいるんで。出ますね、もう。わかる、用意しておきます。はい、すいません。行きます。ねえ電話かけすぎとるって絶対めちゃくちゃ感じとるじゃん出らしびやじゃんはい、はい、行きましょうかはい、はい、じゃあちょっと向かいに行ってみたいと思いますはい、行ってみようはいいやもうシャッてもう塗り替え道場で終わりとるシーン変わってるもんみちゃみちゃみちゃ容量の無駄やぞったら面白いんだ歩いてくるやっぱ最近でも伊藤がぶち切れるしえ、社食料いいよどう来るんじゃないもうちょっと先着いたって言ったら雨だよねえ始めた始めたちょ待ってちょ服見て服見て ちょっと待って普通に待ってくださいよまた前が増えちゃう一つよ箱もないような商品よ箱もないような商品お前俺が金払うわけねえと箱はありましたよ自分で破いてましたから俺のもんじゃない俺の手元に来たのはだって中身だけど半分出したから箱で半分箱や全部返しにしたもうしちゃったからちょっとこう抜けついてるのが少しの前だな上の人物で持ち帰ったのもあれだかしまったな、カメラ回すな何あれオシじゃないって車入れちゃおうかあ、車入れますか車入れちゃおうはい車入れちゃおう車入れましょうかマジで車入れちゃおう、はい、何これ車入れやいいどうしました足場回したの、はい、足場回したの観光しましたバラして言ってたじゃないですか現場観光してえ、はい、結構巻きでバラしましたねバラしましたよこれはいかんだろうん何やっとんだお前らはいどうしましたとりあえずいつやったんえプレスえ何の話だっけもう YouTube 出えへんとか言っとったやんけ何の話だっけ塗装したこれ出さざるをええよ俺これYouTube ちょっとマジで言っとんのこれ塗装やんなんだりしたフッ素、フッ素ですね。フッ素注文してきました。めちゃくちゃいいっすね。近所見てるからどうすんのこれ。はい。ほら、訴えられるよ、近所。訴えられるというか、もうなんかもうテーマパークになってますよ。みんな見とった。小学生とか。テントウムシ、テントウムシ。それは言うでしょ。いいな、社長人気者。撮っとんの動画撮っとんのはい。今撮ってます。じゃあ今撮っとんの知っとるって。このままにしてくつもりなのもう、水油で、もう僕らもう現場パンパンなんで現場パンパンだってでかい現場あるでしょそうそうで、あの協力業者も、もう、あの入らんといてって言ってたもんね、俺あぁ何やったのはいはい、じゃん俺、どういう感じで出てくるかも、せざるかはい朝どういう感じで出てくるモーニングルーティーンなんか動物の森みたい動物の森ちゃってでも面白い本当にやりすぎない普通に気持ち悪かったですもんいつも犯罪だけどやってる俺犯罪超えとるもんだって申請不能や不能っすこんなんもうほぼほぼになっちゃったやんそうですねせっかくつや消しでそうですね砂地だったっすよねそうだってめちゃくちゃ高級仕上げたんですけどはあそうなんだそうそうだって普通の塗料じゃねえ
そういうやつでネットワーク高級になってる。そうでしょ。そうです。もう濡れんでしょ。はい。もう濡れんのちゃう。はい。え、もちろんマジで言ってる。マジですよ。嘘でしょ。まあ一回ビーズコートも濡れんの。もう濡れないですよ。嘘や。はい。中はビーズコートっすよ。いや全部、あここだけね、うん、あれやったら全部統一した方がいいかもしれないですね、テントウムシに。あいいけど、はい、いいけど売るでね、あなたに。僕いらないです、こんな家住みたくない。契約書交わそう。契約書交わそうか。マジかよ、ちょ本当にどうするのかな、マジで直せよ。一応見積もりだけ取っておきます。見積もりなんだよ。お前ら暇だもん。ちょっと待って、ちょっと待って、お前ら暇だもん。ちょっと待って、ちょっと待って、手危ない、手危ない、手痛い。体張ってるんで。ツイッターツイッター、 TikTok で拡散か。そうですね、 TikTok、 インスタグラムスタート、インスタグラムと YouTube とかでも拡散してください、ぜひ。お願いします。はい、あの住所は下に載っけとくんで、よかったら写真撮ってくださいね、皆さん。はい、はい、写真撮ってね。あの朝8時に来たらモーニングルーティーンが見れるかもしれない。こんなのやって YouTube やると全員俺んちバレちゃうでしょ。バレちゃうでしょ。じゃあね。おはようございます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 。